皆さんこんにちは、デトネーションゲーミングのセロスです。今回はロジクール様のプロ X キーボードを紹介していきたいと思います。ロジクール様からは、カーボンだったり超薄型だったりいろんなタイプのキーボードが出ていますが、このプロ X キーボードに関してはとてもスタンダードなキーボードになってますね。形としては標準的なキーボードの形をしています。テンキーレスなので狭い場所に置けたり自分の好きなように配置をできたりと非常にコンパクトな点がいいところですね。僕の場合マウスパッドとキーボードの場所が非常に近いのでテンキーがないという部分で非常に重宝しています。テンキーがない分持ち運びとかに非常に便利ですね。僕なんかはもう毎週 LJL に持って行ってるのでそういう時にテンキーがなくてコンパクトなので非常に助かってますね。裏面はこんな感じになってます。まずここのラバーフィートの部分がしっかりその滑りを抑制してくれるので、まあ、滑ることはないですね。そしてこのここが非常にポイントになっていて、その普通のキーボードって角度、まあ1段階だと思うんですけど、このキーボードの場合はまずこの状態が一番高い状態で、さらにこのこっちの小さい方でもこの角度をつけれるので、自分の好きなような角度でカスタマイズできるので、こういった点は僕結構こだわるので非常に嬉しいですね。外観に関してはこんな感じですね。まあ、非常に標準的な形のキーボードなので万人向けだと思います。プロ X キーボードの最大の特徴は自分の好きなようにキースイッチをカスタマイズできることです。この箱の中にキースイッチ入ってるんですけど、ちょっと色が見えづらいかもしれないですけど、この赤、茶、そして青、この3つの種類のキーを自由にその1箇所だけ変えたりとかもできるんで、本当に好きなようにカスタマイズできます。箱の中身はこのようにスイッチが入っていて、これは赤軸のスイッチですね。赤軸の特徴としては抵抗が一番少ないです。もう本当に押した時の感覚が少なくて、そのカチッというような境界線があるような感じは一切ないです。そして結構戻ってくるのが個人的には早いのかなと思うので、その同じキーを連打するのが一番やりやすいかなと思います。こちらは茶軸ですね。茶軸の特徴としては、まあ、ちょっと赤に似てるんですけれども、違う点としては押し始めの部分に少し抵抗感があるところですね。荷重としてはほとんど、まあ、同じ数字なんですけれども、茶軸は少し押し始めにその押した時の感覚があるので、赤に比べてその少し硬さというか押した感覚が欲しい人は茶軸がおすすめですね。こちらが青軸のスイッチになるんですけれども、青軸の最大の特徴としては一番押した時のスイッチ感が強いというところですね。音も結構押した時になりますし、硬さもありますから、その一つ一つのキーを押した時の指の実感というのが一番ありますね。結構みんな青軸っていうのは一番聞いたことがあると思います。それぐらい有名なスイッチですね。僕も今はこれを使用しています。リーグオブレジェンドにおいて、まあ、そのどのキーがおすすめかっていうのは、まあ、僕の場合は青軸を使用しているんですけれども、まあ、理由としてはそのどのキーをどの順番で押したかっていうのが指の感覚でわかるという点が一番大きいですね。その例えばゲーム内で、なんだろう、例えばシンドラの QE を押したとします。この時にどっち先に押したかっていうのは非常に大事なんですよね。なのでその感覚がキーボードから分かるっていうのが僕は大事だと思っているので、今は青軸を使用しています。音とか気になってる人がいると思うので、実際に乾燥してそれでキーボードに塗ってみたいと思います。じゃあ実際にキーを乾燥してキーボード触っていきたいと思います。まずは茶軸から。これ名前は分かんないですけど、これが付属しているのでこれでキーを取り外していきます。結構その、まあ、自分もあんまり器用な方ではないんですけど、本当簡単に取れるようになっているので、ただその作業のしてる最中に壊しちゃったりとかそういうことは一切ないんで、もう本当に怖がらずに作業していいと思います。
簡単に取り外せるし、簡単にもうつけるときもはめ込むだけなんで簡単ですね、本当に。でこれで今 Q と W と E のキーがチャリックになりました。やっぱりチャジックの特徴としては、その柔らかい中で最初押した時の感覚、抵抗感っていうのが最初にあるっていうのが特徴なので、まあ、非常にスタンダードなキーになってますね。じゃあ次は赤軸に変えていきたいと思います。はい、これで赤軸に変わりました。赤軸の特徴はやっぱりその一番柔らかいっていう点ですね。茶軸の柔らかさよりもさらに柔らかくて、しかも押し始めの抵抗感も一切ないので、同じキーを連打するときに本当に一番やりやすいキーだと思います。はい、じゃあ最後に青軸に乾燥していきたいと思います。はい、これで青軸に乾燥できました。青軸は、まあ、僕が一番好きな青軸なんですけど、やっぱり一番の特徴としては、その押した時のスイッチ感が一番強いっていうことですよね。そのスイッチ感と音によって自分がどのキーをどのタイミングで押したかっていうのが、その実感としてわかるので、非常にゲーム中にそのどのキーを使ったかっていうのを記憶できる、自分がどんな操作をしたかっていうのを感覚で分かるキーになってますね。以上でロジクール様のプロ X キーボードの紹介を終わります。この動画を見て少しでも参考にしていただければ幸いです。それでは皆さん、良いゲーミングライフを。